いやいやいや、どうも、おばんでやんす。本日はですね、こちら、馬喰横山、東日本橋から、徒歩5、6分でしょうか、大新さんにやってまいりました。なんでもこちらですね、ウォッチャーの方から、熱烈なリクエストがあったしびれるラーメン、辛うま汁なし担々麺というのがおすすめだということで、果たしてどんなラーメンいただけるんでしょうか。楽しみですね。それでは今日も張り切って大新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 だしの効いたお蕎麦食べたい、お蕎麦食べに行こう、行ってみましょう。こちらが汁なし担々麺です。はい、というわけでね、もうね、丼が届いた時点で山椒のシパシパする香りっていうんですか、これもすごいですね。スーンと来るどころじゃなくって、いや、これはすごいな、衝撃。これね、動画を通しては伝わりづらいかと思うんですけども、本当にこれはすごいですよ。それでは早速いただいてみましょう。はい、こちら中細のストレート麺ですね。タレが絡んで美味しいぞ。いただきましょう。確かにね、しびれますね、これ。しびれるタレが、こう、口に入れた瞬間、体が拒否反応を起こしちゃうみたいなところがあるんですけど、これはちょっとでも、病みつきになる辛さですね。うわぁ。はい、こちら、酢を入れると、味がだいぶ落ち着くと、店員さんがおっしゃってたんで、こちら、酢入れてみたいと思います。うん、あ、なるほど。単純にお酢でタレを薄めたことによってしびれが落ち着いたんじゃないかなっていう説もありますけど、うわ、これほんときますね。はい、それではこちら、しびれた舌にひとときの安らぎといった感じで、こちらの味玉いただきたいと思います。いやー、辛い。やっぱね、こうピリピリするタレにこういう黄身のマイルドな感じが加わって、ほんと味に優しさが出て、すいません、空振りしてしまいました。いただきましょう。あ、うわ、これマジで優しい。これはすごい、めっちゃ味がマイルドに感じますね。ヤンキーが見せる優しい一面に、普段よりもなんかもっとこういい人に見えてしまうみたいな感じで、この麺自体がすごいしびれる辛さだから、むっちゃマイルドに感じますね。ご飯なしじゃ絶対食えないですね。いや、これね、麺が辛すぎてこうもうズズズってすすれないですよね。チュパチュパもぐもぐするのがもう精一杯だよ。はい、それではこう麺も大体半分になってきたということで、折り返し地点のこちら味玉いただきたいと思います。味玉のうまさを改めて確認するためにこんだけしびれたんじゃないかっていうぐらいね、もう本当に味玉がまろやか。
すいません、あまりのうまさにちょっとうまバウは出てしまいましたね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いや、すごい、なんかもう今までこう経験したことのない辛さといいますか、もうまだ唇とかね、しびれてる感じがして、もうお腹の中でもまだ熱いみたいな、こんな感じですね。あんなしびれちゃってね、汁なし担々麺頼む人なんているのかなと思ったら、意外とね人気があるそうで、結構リピート率高いっていうおっしゃってましたね。皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。以上、こちら大新よりお送りいたしました。ごちそうさまでした。Yeah.